本動画ではもともと持っていた会社の強みも生かしながら新たにマーケットイン輸出に取り組むことで収益拡大を実現した中小・中堅企業の事例をご紹介します。まずは商品の賞味期限の問題が一つあります。そして工場の食品安全、またその国ごとの輸入規制に対応できるかというところが2つ目、そして3つ目はその国ごとにやはり求められる味とかですね、価格設定などがありますので、その3つをクリアすることが課題としてございます。まず初めに行いましたのは資材包材の改良です。アルミ箔を使った、遮断性のある袋を、使ったりですね、食品に関して賞味期限1年というのはとてもインパクトがあるようで、賞味期限1年ですよということをお話しするとバイヤーさんは本当に喜んでですね、そういう商品を探してたんだということで、いろいろな方からオファーをいただいたりお話を、いただくことが多くなりました。国際基準に合うような形のハサップを取っていかなければいけないということが課題としてあります。農林水産省さんの補助事業を活用いたしまして、排水設備やエアシャワー、そして空調設備などを整備をさせていただきました。 JFS の B 規格を取得をしておりますという答えをさせていただきますと、あ、それなら大丈夫だねということで安心をされて、バイヤー様からの話を、いただくことができるというところが、大きな成果だと思っております。我々が日本食ブームだと思ってそのまんまを、持っていくとですね、やはり求められる味が違うなと、感じることです。展示会に出てアジアの展示会なんかは3日目には一般の、方々が入ることができますので、そこで試食をたくさん配ってですね、アンケートを取ったり、また海外バイヤーさんと一緒に商品を作っていくと、マーケットインの商品を作っていくということで対応をしています。新しい分野で新しい土地に売り込みに行くというのは楽しみも多くてですね、本当にワクワクしながらできるなと、チャレンジする価値は必ずあるなというふうには思っています。この動画は GFP 農林水産物食品輸出プロジェクトの一環として東海農政局が制作しました。